豊後水道で取れたフグが日本で一番おいしいので豊後水道のフグを使っています。日本全国で取れるんですけども豊後水道のフグに勝るものはないです。フグは毒はあるんだけども 100% 毒っていうわけじゃないよね。全然無毒のやつもあるわけだから、そのフグを食べて死ぬというのは、まあ、運が悪かった人ね。これからはグローバルなあれになってくるから、海外からフグを学びに来る人がいればね、受け入れてもいいっていう考えはありますね。気に入ったら日本に職人というか、まあ、フグをトレーニングしに来たらいいと思います。